フランシス・マリー・マルティネス・ピカビアは20世紀前半の画家、詩人、美術家。1879年、パリでキューバ講師家人の父とフランス人の母の間に生まれ、1913年、アーモリー賞以降アメリカとヨーロッパを行き来した。1945年、パリに戻り、最後はパリにてボッス。74歳没。モンパルナス墓地に埋葬されている。 横尾忠則はピカビアに脂縮し、ピカビアの作品をモチーフにした作品を制作している。時期により、その作品のスタイルが目まぐるしく変わったことでも有名。主たるスタイルと、その時期は、以下の通り。クワッチック1909ポンピドゥセンター内、国立近代美術館所蔵、レースセイントデセインツセデモアキルエス、アジトダンセポートレート。 一、従来1 9 1九百十五、ポートレイト・トゥ・ノジュン・ヌ・フィーアメリカー・ノダン・エル、エイタ・デニュー・ドット、五、ジュライ、1九百十五、ジェピュイ・セデト・ワキル・エス、アジト、デザイアス・デザイアス、ジュシュイ・ベニュー・シュール・レ・リベッチス・ジュポーン・ユン、ニューヨーク、1九百十五、トイ・モンキー・アンド・インク・オン・カードボード、イラストレーション・イン・ザ・ジャーナル・コニーバル、ナンバー、一9九百二十、 トランスパレンス1929台のカーマニアであり、生涯に自動車を127台も買い替えた逸話が残っている。1999年伊勢丹博物館で開催されたピカビア展の広告より、ありがとうございます。